まず「気っていうものが誰でも感じることができるんですよって言っても、うん、まず「いやそんなことないですよ」ってみんな思いはると思うんですけども、うん、例えばなんですけどあの例えばパーティーとかの人の集まりがあってねある人が行った時途端ににんか場の空気がすんごい明るくなるとかありませんかああある逆ももりりまますすよよねねそ、はい それ場の空気が明るくなるっていうそれ気なんですよね。でその<ー>場の空気が明るくなるっていう変化を感じることができますよね。あそれははいかり、ね、感じますよね。はい。それ気を感じてらっしゃるんですよ。あ本当ですか。はい、その人のその人の楽しい気っていうものがどんどん伝染するそういう現象を小一さん感じてらっしゃるんですよ。面白いですねそれね。面白いでしょ面白い。 hi <sighs> そう考えると普通に誰でも気って感じていると思いませんか。なんか上場心ものじゃ全然なくて、もう普通に日常生活に取り込んでいるもんだと思うんですよね。そうなんですね。じゃあそういう気を見て、いわゆるえっと治療に入るって言うんですか。そうですね。あの治療に入るっていうとこれまたちょっと上場心ですけれども、なんて言えばいいんだろう。あの僕はまあその人にあったアドバイスとかあの方法させていただくんですけども、あの例えばさっきお話しさせていただいた。 いただいた目的を見失っている方。うん、自分は。したいことが何かわからない。ないうそうなんですよ。何をして。生きていったらいいのかわからない。はい。もしくは。生きている意味がもう究極でいくと分からなくなるんですよね。はあ<ー>。なんか会社の歯車の一部になって、これで自分を一生置いてしまうのか。うん、いや、うん、なんかこれだと違うような気がするんだけど。っていう人。うんうん、そういう方に僕、まあ、アドバイスさせていただくのは。はい、その人のまあ、魂の持ってる価値みたいなもの、をちょっと見させていただくんですね。そういう方にとっては。 はい、人って大体あの5つか6つの,あの価値っていうのを持ってるんですけどそんなにあるんですか大体5つか6つぐらいですね、はい、まあ価値っていうとまあもっと噛みくらえていくとその人がまあ大切にされてることですねなるほどね、はい、例えばなんですけども、はい、あの僕の持ってる価値の一つにこう生命活動っていう価値を持ってるんですね、はいはい、つまりまあ生きてるもの命あるものっていうものを僕はすごく面白く感じるんですよ 例えばじゃあ植物とかを見たり、まあ植物を育てたりとか、例えば動物と触れ合ったりとか、はい、まあ大自然に行ったりとか海に入ったりとか、そういう自然と触れ合うことに僕本当に心の底から湧き上がる喜びみたいなのを感じるんですよね。<ー>で、もし僕と同じようなさっき言ったことをね感じる方がいらっしゃったら、そういった多分ね、はい、命に関することにすごい魂の価値みたいなのを持っていらっしゃると思うんですよね。例えばお医者さんになるとか、あそういうのですか。もちろんそうですね。 そういうい方も多分そういういい価値を持っってらっしゃるんだと思いますよで、何が言いたいかと言いますとね、はい、そのまあいくつか6つぐらい価値があるその価値が自分の仕事とマッチしてればしてるほど、うん、自分の仕事にやりがいを見いだすんですよ。 なるほどそうするとじゃあ自分の仕事にやりがいを見出している人っていうのは、はい、それはえっ、ー、とその五つ、はい、あるうちの一つだっていうことになるんですかだいたい自分の仕事に価値を見出している人っていうのは五つあるうちの三つ以上その仕事の中に含まれてますね<ー>、はい、はい。例えば僕なんですけど気候、はい、ってことさせていただいてるんですけど、はい、僕まずその 生きるもの、命に関するものにものすごく興味あるんですよね。うん、だからこの機関士って仕事をさせていただくことに僕ものすごい喜びをやっぱり感じるんですよね。はい、はいはい、であと僕価値の一つにこう進化みたいなものにすごい感じ価値を持ってるんですけど、はい、こうつまりまあテクノロジー関係ですね。あ<ー>テクノロジーとか変化していくとかそういうことに僕ものすごい喜びを感じるんですよ。そうですか。はい 以前だってそういうコンピューター関係のお仕事だったんですもんねん全くその通りなんですよなるほどねでもそれを見出せないで違うお仕事とかをされてる方もいるっていうことです,よねますねそういうことがねやっぱりこう生きている喜びというか、うん、何のために行っているんだろうっていう風な生きている意味がちょっと見失いがちになってきやすいですね 例えば私、今何も見てもらってない、はい、ただお話ししてるだけなんですけどかかわりますあの今パッ、パってこうやってタイムリ見させていただいて感じることは光一さんも僕とも同じあの進化とか変化とかそういう人にものを伝えていくっていうことにすごい喜びを感じていらっしゃるなおっしゃる通りですねそれをあの魂の価値の一つだなっていうふうふにはとやっぱりだからね人と話してるとどんどんテンション上がってきますね。はいはいあ わかります。ます <laughs> はい。<laughs> どんどんのアドレナリンが出過ぎちゃってもわけわかんなくなってきちゃう感じ。<laughs> まさにそれですよ。それそれが出るっていうことはイコールそのそれに関することの価値を持っているんだな大切にしていることを、人その人の魂の中で大切にしていることなんだなっていうまあ意志の証明になるんじゃないですかね。面白いですね、はい。なのでね、こうちょっと生きがいを見失ってる人、うん、ちょっと生きていてもつまんないかもってちょっと思い始めてる人には。はいはい ちょっとこれまで自分が経験したことを振り返っていただきたいんですよね。でそこで本当に心の底からワクワクしたこと、うんうん、もう何もかも忘れてしまうぐらいワクワクしたこと。うん、人生の中に必ずありますよね。絶対にああります、はい、あの ワクワクしてるのに人生で一度もやってないなんてことはまずないですねない,ないじゃあそれを思い出す、はい、まずそうですね、うん、ちょっと過去の楽しかった記憶とかをちょっと振り返ってみてはい、はい、ワクワクしたことは何かなっていうふうに探していただいたら、うん、自分自身で自分の価値を見つけることができるすごい良いチャンスだと思うんですよねそっか でもやっぱりこうやってあのサティさんの話を聞いてたらサティさんに見てほしいとかサティさんどんな方なのか見たいって思ってるリスナーもいらっしゃると思うんですけどありがとうございますねサティさん自身あれじゃないですかユーチューブもやってらっしゃるそうなんですよあのユーチューバーとしても活動ユーチューバーいろいろやってますねそうなんですよ本当にちょっと時代の波に乗らせていただいてあの本当にこれもご縁なんですよ出会った方たちのご縁であの今ユーチューバーってことをさせていただいてるんですけれどもどのぐらいやってるんですかユーチューバーユーチュ YouTube を遊びで始めたのが2年ぐらい前なんですよね。あ、そうですか。そうですね。はい、で、まあ本格的に仕事としてやっていこうって決めたのは1年ぐらい前ですね。あ、でもそんなもんなんですか。あ、もうこんなもんなんですよ。だってあのなんていうんビューワー数って言うんでしたっけ？登録者数か、はい、すごいどのぐらいでしたっけ？今ね、9,500人登録者数が来、ね、てくださってますね。いや本当にありがたいですね。これはどういう関係の方が多いですか？あの僕が YouTube でさせていただいていることって、うん、まあ本当にいろいろさせていただ 言われてるんですけども、はい、あの特に僕の YouTuber のサブスクライバー数が増えたっていうのが、うん、あの僕の気候のセッションと YouTube の動画を合体させたものなんですね。 あのつまり僕今までこう対面でね1対1でお会いして気候のセッションをさせていただいてたんですけどもはい、はい、でもよく考えたらね1対1でこうやってさせていただくよりも僕が不特定多数の方にセッションがさせていたてけるような場を YouTube っていうものを利用したらできるなって気づいたんですよ。つままりどういういいことかと言いますとかす僕があの 気の気候の動画を作るんですね。で、あの僕の YouTube のサブスクライバーの方は、まあ僕の動画の再生ボタンをポチって押していただくと、うん、僕の動画から気が出てくるんですよ。<ー>で、まあその気を <laughs> あの吸収していただいて元気になる。あのその画面上とかインターネットを通じてでも吸収できるんですか。はい、できますね。はい。でしかもその画面は別に見なくても大丈夫です。だから何かのお仕事をしながら。 その動画画を再生してておけば気が画面から出てきますは<ー>でこれの面白いところはまだあって、はい、あの僕は無料でこのサービスを提供させてもらってるんですよね。はいはい、で、まあ、僕の動画を見て既婚セッションを受けたいなって方は僕の動画を見てくださいますよね。うん、で僕は YouTube からそれによって広告料としてお金をいただくことができるんですね。なるほどつまり3人ともがあの利益を得るんですよ。ほー 僕は YouTube から広告料としてあのお金を頂戴することができて視聴者の方は僕のセッションを無料で受けることができてで YouTube にしてもたくさんの方が見ていただけるので YouTube としても利益がある、うん、つまりまあ3社が利益を得る、まあ、ちょっと小さな宇宙になってる感じなんですけどもうんちゃんとのウィンウィンになってますもんねみんながねはね、い、ちょっとこれさせていただいたの僕がまだちょっと初めてみたいなんであそうですかそうなんですよはい で最初実験的にちょっと始めさせてもらったんですよね。<ー>はい、あのというのもやっぱり広告料を頂くっていうことで、はい、広告の数結構載させてもらってるんですよ。うん、で,あのでも広告を載させていただくにはこういう風な理由があってっていうことをきちんと説明させていただいて上に載させてもらってるんですけども見てくださってる方は一応それを理解してくださってあの見てくださってるんで、はい、いやこういうあのセッションの仕方っていうのも本当にありなんだなっていうことを。 あのサブスクライバーさんの数含め、うん、<の>結果に出てるわけですんねそうなんですよ結果に出ているので,でまたすごいメッセージやコメントも僕のところ頂戴するのですごくありがたいなっていうふうに思っています。 例えばそのサティさんの動画、それ見たいなって思ったら何でで検索すすればいいですか、はい、あ僕の、ね、YouTube チャンネルはあの、まあ、チャンネル名入れていただいたらすぐ出てくるんですけども貴公子サティのニューヨークヒーリングラジオっていうのが僕のチャンネル名なんですね。えラジオっていううチャンネル名なんですかそうなんんでですすかそというのも僕もあのい一さんと同じようにちょっ YouTube を通してラジオをさせていただいて。 う面白い僕のラジオは「世界中のヒーラーに会いに行こう」っていうラジオ番組なんですけども「世界中のヒーラー」って言われる方たちに実際にお会いさせていただいて世世界界中中ですねその人のどちらかというとお人柄の方にフォーカスを当てる人間見あふれる方にフォーカスを当てるそういうふうなインタビュー番組をさせてもらってるんですね。これまでどんな方にお会いし なりました。そうですね。これまでにニューヨークで言うとね、笠木康子さん出てくださいましたね。あのお名前よく聞きますね。はい、あのシーラルエスの。そうですよね。オーナーさんでいらっしゃって。で、まあ、サイキックであの有名な方なんですけれども。はい、そうですか。はい。でも、そういう方たちに話を聞いてて、どうですか。いや、あのね、面白いですよ。やっぱり、それなりに成功してらっしゃる方、知名度がいらっしゃる方っていはね。人。 権限っていうのがやっぱりきちっとできてらっしゃいますねそっかそりゃそうですよねはい。はいうん、いやそれはね本当にお話をさせていただいててうん、うん、あの感じるんですけど皆さんものすごく腰が低いんです本当ですか、はい、こんなペーペーの僕ですよペーペーの僕なんですもど本当にね腰が低くて僕がもう本当にもう ちょっとゃちゃを入れてしまったりしてもねうん、うん、もうちゃんとねあの笑って返してださったりね <laughs> 流してださったりまた,じょまた冗談を入れて返してださったりね。 いや本当に素晴らしいなっていう風うに僕がもう勉強させてもらうことばかりですね。あ本当ですか。はい、何人ぐらいの方にインタビューされますた。もうねインタビューさせていただいたのは本当にたくさん、うん、たくさんいらっしゃたくさんって言っても二三十人いらっしゃるんですけども。でもねあの僕の編集がちょっと追いつかなくて。ご自身じゃあ全部やってるんですか。僕が全部させていただいてるんですけど。<ー>はい。まだねあの表に出させていただいたのは八人ぐらいですかね。あでも結構出てます。じゃあまだまだストックあるっていうことですね。まだまだ,まだまだストックありますね。はい。 一番最初は、ね、あのニューヨークの霊能者のメイコさんって方霊能ママメイコさんっという方でちょっと有名な方なんですけども霊能者のメイコさんその方が第1回に出ていただきまして最初はちょっと僕もドキドキしながらこんな感じでラジオ大丈夫かなっていう感じでメイコさんと、ね、<laughs> 相談しながらさせていただいたらなんかすごくうまくできましてそれがきっかけで <laughs> あこれはやってみようかなっていう形でどんどんさせていただきました。 まああのラジオって結局、声だけでリスナーが想像するもんじゃないですか、うんはい、だから面白いですよねそうなんですよ、うん、あの 声だから伝わることっていうのがたくさんありましていやおっしゃる通り私もそう思いますね、はい、例えば映像で出ると、うん、あのこの人はどんなルックスをして何を着て、うん、どういうふうな振る舞いをしてってそういうふうな情報が入っちゃうんですけれどもうん、うん、声だけだと、はい、その人のすべてがもう声に出ちゃうんですよねあの本当にそうですね、はい、ラジオってパーソナリティって言うじゃないですか、はい、結局その人の人間性が 出ちゃう。あ、だからラジオパーソナリティー。だと私は思ってます。あ、僕今勉強になりました。<laughs> ありがとうございます。ね、パーソナリティー出ますよね。でも出ます。本当に出ますよ。人間性がね、だから。 僕ももちろん包み隠さず全てをもう、はい、あの育てらしてるんですけども、うん、っていうのもそうでないとそのゲストの良さっていうのをお伝えしきれないんですよね。いいや本当そううだだと思いますよ、はい、自分分の綺麗な部分だけ見せていこうっていうラジオ番組をもし僕してたら本当につまらないラジオになってしまうと思うんですよ。でリスナーもついてこないんじゃないですかそうですよね、うんあの。リスナーの方っていうのはやっぱりその本質が見えた時、はい、そういうものについていく傾向がすごくあるんだなっていうふうに感じるんですけども。気やっぱりり本気で体当たりしない

あの高い,い,いマイクを使った方がいいよっていうふうに言われたね。うん、マイクにはちょっとお金かけてるんですけれども、うん、でもマイクだけで、<ー>あとはもう普通にあの僕 MacBook Pro を使わせてもらっているのと、はい、あとはまあ静かな環境をちょっと用意するっていうぐらいです。ですよねはい。うちの桜ラジオどうですか。割とここもねこじんまりして手作り感満載のいやもう素晴らしい僕。僕 <laughs> 何おっしゃるんです僕も感動してますよ。<laughs> 手作りですよこれ本当になるほどいやこうすれば防音システムっていうのは作れるんだというふうに <laughs> う私も思ったんですよ、はい、私も自宅に一応機材とかマイクとかあるんですけど、はい、やっぱ防音システムがしっかりしてなくて、はい、同じでマイクもいいマイク買っちゃったもんだから感度が良すぎちゃって僕の全く同じじゃないですか拾っ <laughs> ちゃったりとかもう勘弁してよっていうじゃ防音ですよ <laughs>、はい、絶対これ。 そうですよね、うん、僕のラジオを聴いていただくとサイレンの音が入ってたりとかねねいいや入っちゃいますよ、ね、あれだってニューヨークだからもう本当無音なんて深夜でももしかしたらありえないかもしれないですよね。いでもそうやっていろいろ伝えてらっしゃいますけど今後どうしたいんですか そうですね、うん、あの今の YouTube のチャンネルっていうものをもっと活用させていただいてあ、はい、あの本当に多くの方に提供できるような気候のサービスを提供したいと同時に、はい、あの世の中に本当に才能があるもしくは素晴らしい方なのに世の出てない方ってたくさんいらっしゃるんだなっていうふうに、ね、こいつは思いますか思いますよそういう方を少しでもこう世に出せるお手伝いみたいなことが同時にできればいいなっていう風に思ってましてそれも僕のラジオをするきっかけになっているんですね。はい じゃ今後もそういう方と一緒にいろいろとやっていきたいかな,いな。そうですね。そういう方の人間性、うん、もちろんそういう方もやってらっしゃることにフォーカスを当てて、うん、あの世の中にご紹介をしていきたいなっていうふうに思ってます。うん、気候子としてはどうですか。 貴公子としても、ね、本当に勉強になっているんですよね、はいあの。やっぱりたくさんの方に提供させていただければいただくほど、うん、フィードバックもたたくさんいただきますよねそうでしょううねそするとあもっとこうすればいいのかなあすればいいのかなっていうふうに自分自身の勉強にものすごくなるんですよね。なるほどはい でそれによって自分の提供するサービスをもっとクオリティを上げることができるというふうなことを感じているんですけれども、うん、あの一体多数でということにフォーカスを当てて今後も引き続き活動していきたいなとうう思っています。はい、そうですかはい なんか本当に私もいろんなお話を考えてしかも YouTube とかラジオの話までに及ぶと思ってなかったのですごい勉強になりましたあ,ありがとうございます勉強させていただきましたちなみにこいつはもう、はい、YouTube はされていらっしゃいますか YouTube ね、はいあのー、本当にこれから 昨日か収録やっと撮影とかしたんですけど、うもうやろうと思ってます。<あ>だから参考にさせていただきますよ、見せてもらえる。もう僕のでよろしければぜひぜひ参考させてください。でもし楽しいですよね。本当に楽しいですよ。あのやるの撮影してみても楽しかったですけど、はい、その見るのも楽しい。 ひたすら見てます今ハマっててご飯食べながら YouTube とかお酒飲みながら全く同じですよそうですよねだからまあ今後もそうやっていろいろね発信し続けていただきたいんですけどあのこいつもぜひ発信されてよろしればぜひコラボレーションされませんかいいですねまさかの番組内でコラボレーションみたいなそうあのコラボレーションって本当にすごい可能性を生むものだと僕思ってるんですけども あの例えば光一さんのファンの方で、はい、まあ僕にあのついてるサブスアラバーの方が出会うわけなんですね、はい、コラボレーションをすることによって、はいうん、でそこであのお互いが知らないものを知ることができるんでそこでぐっと視野が広がっていくっていうふうなことを YouTube の世界ではよく言われるんですねへえ<ー>、はい、そしたらもうぜひやりましょうよ。ラ<あ>ラジオのコラボもやりたいっすね もうぜひお願いいしますす面白いですよね本当にこうやっていろんな人の話聞いたりとか、はい、可能性広がったりとかっていうのはすごい楽しいじゃないですかすごい楽しいですね、うん、僕はもう本当に小内さんにインタビューさせていただきたいですね。はい <laughs> 今日もだって打ち合わせの時とかいろいろ聞かせてもらっていいですかっておっしゃってたからやばいなこれいろいろ聞かれるかなと思ってじゃ次はしてください私聞きあの答える側で嬉しいですねなかなかないんで逆に聞かれたいかな本当ですかやったドキドキするね一人でドキドキするね緊張してきちゃったなんかでもその緊張感もわかりますわかります本当楽しかったですけど桜ラジオ初どうでした 本当に面白いですね。うんあのー なんていうのかなこんなに気軽にあの楽しく収録させていただいてるんだなっていう風なこと、うん、そう皆さんやっぱり楽しかったっておっしゃっていただけますね、はい、あの小池さんがすごく気さくに話せる方なんで、はい、本当ですかはい全然緊張することなくジャニさんの人柄だと思います本当ですかなんかバシバシいろいろ伺っちゃったりとかもしてたから、はい、いやいやめっちゃ嬉しかったですよあ本当です、はい、よかったよかった、はい、あのね大体気が合う人っていうのはね、はい、あの人生で魂が持ってる価値っていうのはね、うん、似てるんですよ。 はいそういう同じような価値を持ってる人ほどね、はい、気が合いやすいですねこう初めて会ったのに初めて会ったような感じがしないような人とかねいます、はい、いますあれがよ要は気が合うっていうのは気候の気につながってるんですかその通りですねうもう気候の気にもつながってますし持ってらっしゃる魂の価値みたいなのもダブってらっしゃるんですよね。<ー>はい、面白いいですねはい なので、まあ、最初に戻りますけれども気候っていうのは命っていうものを真剣にコツコツと向き合っていく学問、うん、そういうふうに理解していただけたらとても嬉しく思いますわかりましたそして今日さてぃさん初登場、はい、全米50州このさくらラジオいろんな地域の方が聞いてくださってますんで、はい、最後に、はい、リスナーの皆さんに向けて、はい、メッセージ頂い,いてもいいですかお,<ー>お<ー> <laughs> そうです、ねはい、あの生きているっていうことは当たり前ではなくて奇跡だと思うんですねあのそれが気を理解していくとだんだんと理解してくるんですけどもそうすると例えばちょっと嫌なことがあったり落ち込んだりしたことって生きてるとあると思うんですけどもそういうことって本当に人生の長い目で見ると本当に些細なことなんですよね。はいなので あの命っていうものは本当にかけがえのない奇跡だということをとてもお伝えしたいなって思うんですよ。はい、で健康であるっていうことこれも当たり前ではなくって健康であるっていう,いうものもいくつかの偶然が重なってできている本当人体の神秘であり奇跡なんですよね。うんうん、これも本当に理解していただきたいと思います。 改めて、やっぱりの命のあり方とか健康第一って私たち気軽に言いますけどその健康のことについても考えさせられつつ、はい、そうですね、はい、命のことを考えていくとね、うん、やっぱり人の悪口を言ったりとか人にこう嫌な思いをさせようとかそういうことって考えもできな,いできできなくなっちゃうんですよ。そうかあのはい で当たり前に人に親切にできるようになってくると思うんですよね。というのも本当にあの人がそこにいるだけで何て言うんでしょうかね嬉しいですし、うん、楽しいですし、うん、でそれがその人の人生の醍醐味っていうんでしょうかね、うん、人生に色をつけてくれるっていうんでしょうか。うん まああのー、そうですね、なんか本当、一言では言えないぐらいの私も今日この数十分、はい、いい時間過ごさせてもらいましたけれども、<ぁ>今後も気候のことであり、その発信者として、ユーチューブやラジオを通じて、はいはい、皆さんに伝えていってください。はい、ありがとうございますはいといとうことで、今日のゲストは、サティン・藤本さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。